落ちる時ある？ないですよ、そんなに。そんなにってか、ほぼ。まあ、落ちるスペースもないもんね。まこさんは海外どこに行ったことあるんですか？まあ、でもアジア圏ばっかりで、韓国、台湾、マレーシア。マレーシアのなんか島島があって、とグアムと、あ、アジア圏じゃないけどハワイですね。マジでオーロラに行きたくて、私は。その前に一度は行きたい、オーロラ。だからめっちゃマイル貯めてんの。全てマイルに変えてる、私は。使ってる？うまくポイントカードじゃないの？カード使わないです、私。わかんない。なんか一回不正利用されたことがあって、Uber Eats あ、全部返ってきたんですけど、私 Uber Eats 使ってないっていうのが、そう証明できるから。まだ逆にちゃんと保険があるから返ってくるんで、現金だったら返ってこないじゃん。そうなんです、私現金も10万ぐらい盗まれてる。いや、どうしちゃったらそうなんの？そんな人生ないんだけど、どこで、どこで？え、2回ともバイト先です。1回目は多分バイト先の誰か女の子に盗まれてます。やば。普通に普通にどっかに置いてたら、誰も鍵しないけん、うん、分かる。めっちゃ知ってる人だけん、うん、その日たまたまお金を移したくて、だけ6万ぐらい入れてたんですよ、財布に。それがなくなってました、まんまで。なんか2回目は休憩で階段に財布を置き忘れて、もう30分ぐらい。その時になんかおじさんに盗まれて、みたいな。4万。わかるんだ、おじさんに盗まれたって。もうその人しかいないんですよ、その上に上がる階段に登る人がいなくて。しかも私その時会ってるんですよ、たまたま。やだー。後の行動とかもめっちゃ怪しくて、いろいろ。絶対その人なんですよ。だけど、カードだったら止めちゃえばさ、いいわけよ。だから使いすぎちゃうから、ね、みんななんか管理できないっていうのがあるから。でも自分で上限も決めちゃってさ、使える金額の限度額、それ以上使えないから、ずっとポイント貯めてて、ファーストクラスに乗れる今、ポイントで、ヨーロッパ往復しかも、結構貯まりますじゃん。そう、まあ、私はマイルに特化したいかったから、マイルに強いカードにしてるんだけど、それだってたまるね。まあ、それでまあ使ってることもあるけど、でも使ってるそのポイントがたまっていくから、すごいいいじゃん。多分普通に過ごしてても、1年に1回か2回は、その山形と羽田を往復できる、タダ券はもらえるくらいポイントたまる。全部それにしてんの、公共料金も。携帯とか全ての支払いをほぼできればできるほどそのカードにしてる。箱の中身は何だろうなみたいなのをすごいしたの。怖い。猫いる。でもさ、でも動物は無理じゃん、どう考えても。この環境的にさ、絶対作れないから。もう生き物以外のものだって分かってれば、それ私が普通に見たいです、それしてるところを。生き物できますって言われたらやばいけど、生き物は多分めっちゃ無理だよねってやったら、もうなんか全然普通にたわしかなみたいなさ。誰かがいるっていいよね、本当。最近の YouTube の人もみんなグループとかペアじゃん、それでなんかわちゃわちゃしてるのがいいっていうのがあるから。カメラの向こうの人がいるだけで全然違う。いや、私翔子さんの結婚式に行きたいんですよ、早く。でもアンテだけ。なんでですか？かわいそう。それはまあ置いといて、早くで翔子さんの子供も早く見たいんです、私は。もう子供大好きだし、私はまあ絶対先なんで、どうにかして彼氏を作ってほしいんですよ。代わりにやっちゃうから間違う。嫌だ、絶対。なんでですか？見る目ありますよ。でも私できても絶対サイカちゃんに言わない。かわいそう。かわいそうですよね。なんでですか、一番に言ってくるじゃん。だって言ってた。私言ってないじゃないですか。私言ってないじゃないですか。ちょっと答えって言われたんですけどね。わかりそうだけど、できたら。わかりますかね。じゃあ気づいたらちゃんと言うね。
ゃ毎日言われそう、ね、毎日言います。毎回怖、悲しくなってきそう。いや、ほんと見える人は見えるって聞きます。私も予知夢のある人なんだよ。へえー、すごい。私、車椅子になることはもともと知ってたの、知ってたっていうか、リハビリ病院に入院してる時に朝ごはん食べてて終わって、ちょっとこうまったりタイムがあるわけですよ、食堂みたいなところでね。その時に、あれって私これ夢で見たことがあるって思って、怪我する前、本当にもっと前、結構前に見た時がある夢だなって思ったんですよ。だから次が分かるのよ、夢を見てるから。その物語には続きがあるから、あれ次こうなるよねっていうのがあるわけで、それがそうなるの実際に。その当時見た時は車椅子っていう感じで分かんなかった。テーブルに座ってるだけだからさ、別にこう車椅子を自分でこう見てるわけではなく、知らない、行ったことない場所だし、知らない人たちが周りにいて私に話しかけてくれ来てるなくらいのイメージ、なんか寝てるのかな。私が歩いて帰ってる時でも子猫ちっちゃい、ほんとちっちゃい子猫が 3,4 匹もう列になって歩いてて、うん、こうやって、うん、お母さんの後でどでどでどって歩いてて、めっちゃ可愛くて、でその時私誰かにシェアしたくて、でちょうど翔子さんと LINE してたから、見てください、めっちゃ可愛くないですかみたいな、今ちょっと歩いてていたんですけどみたいな、たら猫嫌い、すぐ送信取り消しな、まさか猫が嫌いだと。動物好きそうって言われるけど、はい、私動物大好きなんですよ。翔子さんも好きかなって思って膝の上に猫いそうだもんね。ですよね、わかるわかる、なんか戯れてそう、撫でてそう。チェック入ります。はい、チェックして、あっちで撮りたいです。もうちょっと入る、空は加工できる、全然動画を甘くなりました。しょうこちゃんとの天草旅でしたよ。楽しかった、楽しかったですか、ありがとうございました。私じゃない、絶対ありがとうございました。ありがとうございました。次回は何をしますか。次回はクイズ大会、ね、クイズ大会をしたいと思います、はい、すごい綺麗に映ってんだけど、本当ですね、めっちゃやばい、綺麗、はい、ゆめです、天草、じゃあ熊本はワンピースの生みの親の人の出身だから、そういっぱいこういう銅像があるらしいので、まあ、また銅像旅もしたいけど、あ、いいっすね、にわかの知らない翔子ちゃんですが、最初海鮮丼食べに行ってる時に、マコさんが、あ、ジンベイ、私の頭の中のジンベイはあのジンベイでしたから、違うジンベイ、違うジンベイって何？いや、なんかジンベイ、サメ？違う、ジンベイザメ、全然これは出てきてない、ジンベイ。はい、じゃあ閉めますか、閉めますよ、始まりもなかったけど、はい、じゃあこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。食べてやばいけど